もう頑張って応援していきたいと思います。ミッチーさん、用意できましたでしょうか。はい、はい、それでは皆さん、ペンライトの用意よろしくお願いします。ミッチーさんの登場です。オープン、拍手。ミッチーです。どうもよろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。それでは、すべてオリジナル曲でいつもやってるんでね、オリジナル曲でいきたいと思います。まずはギターをやり始めた気持ちときっかけを歌にした曲、目覚め。憧れていたあんな風になりたいと思っていた。きっと無理だと思っても出さずに諦めかけていた。僕の情熱は消えるかとなく胸に閉ざされたまま、とにかく扉を開けてみよう、違う世界が待ってるかな。さあ、ブレーキだかめ、憧れてたの場所へと近づくために、その手を伸ばし気持ちで決めてみよう。君に出会って感じる汗のメロディあの場所を通るたびに思い出させる、胸を捉えて離せない、音が鳴り響いてる。迷ってる暇はない、今がその時、この衝動を抑えるなんてできやしないから。さあ、ベースがキャンメ、憧れてたの場所へと近づくために、その手を伸ばし気持ちで決めてみよう。汗のメロディ、この手で触れて感じて、迷いはなくなる。弦を押さえ、かき鳴らせ、それが目覚めの時。その手を伸ばし気持ちで決めてみよう。君に出会って感じた汗のメロディ、目覚めの時。
とうございます。去年の年末というかね、12月中旬に流行り病にかかってしまいまして最初はね、熱出て、で、熱が、まあ、2日ぐらいすぐ下がったんで、で、それが金曜日の晩から、月曜日、会社行けるなと思って、行く前に、ね、熱が上がったら、また微熱が出てるんですよ。あ、これはあかんな思って、病院行ったら、フェアリーや言われましたね。で、まあ、ライブも3本ぐらいキャンセルしまして、で、やっぱりね、歌ってないとね、声が出ないんですよね。今もね、ちょっと完全じゃないんですよね。でもね、フェアリー明けのね、ライブの時はもっと出てなかったんで、あ、まあ歌っていけばまた元に戻るなと思って、で、ね、この3連休、今日は3本目のライブです、まあ徐々に戻っていくと思います。じゃあちょっとガラッと雰囲気を変えて、ちょっとバラード曲でも、ここにいること、景色はゆっくりと時が流れてく、辛いことあるけれど一瞬忘れさせてくれる、ここにいることに意味あるのか、その答えを見つけ出せずにいる、過去は振り返らずに、ああ
してる僕の心の情熱も消えないように出会いと別れを繰り返し人は歩んでいく書いてただけなんですけどね、あのギターを教えてくれた人と一緒に出たことがありまして、でその時に僕はあの緊張のあまりすごい足を引っ張ってしまいまして、で、あ、これわかんな、一人で修行せなあかんなと思って一人で調子悪いんだかとかあの一人でやり始めたのがきっかけなんですね。でその時 のちょっと気持ちを歌にした曲、挑戦は終わらないって曲をやっていきます。始まったショーは止められない、このまま突きるしかない、
止められない最後まで尽きる時間ない挑戦は終わらないこれからも挑み続けるしてるからっていうのもあるかもしれないですけど、ね、でも抵抗がないとなんか、ね、弾いてる感じがしないんで、曲やったちょっと1曲飛ばしそうかな。ああどうしよう。じゃあちょっとバラード曲いきたいと思います。人はね嘘をつきます。そんなことをテーマにした曲です。言わないことに嘘。What?
いつもと違う行動と、いつもと違う態度で、隠せば隠すほどに抗めだって聞いて、辻褄が合わなくなって自分を苦しめる。嘘で塗り固めた壁は脆くともすぐに崩れ落ちる。伝えないといけないことは言わないことが嘘になる。自分の口から正直に本当のこと言えばいいのに、俺は気づかないふりをしてるだけなのに。嘘で塗り固めた壁はもろくともすぐに崩れ落ちる。自分を守るための嘘は後から後悔するだけ。自分の口から正直に本当のこと言えばいいのに、俺は気づかないふりをしてるだけなのに。東大阪の氷壇山にある M ケツっていうところでね、あの僕ギターちゃんと2本持ってったんですよ。車の中に1本積んであって、で、あの僕弦緩めてるんですよ。でチューニングこう合わせとったら、あの3弦とかでバチンって切れてあのそんで、あダメやなと思って、であのちょっとギター変えてきますって、あのまだその本番前だったんで、でギター持ってきて、でチューニングして歌ったら、あの僕のあの代表曲をね、最後に歌う焼肉の歌っていうのがあるんですけどね、あのその歌の時に切れちゃいましたね1日に2回切ったことありますでも今からやる曲はその焼肉の歌ではございますそれやってほしいな、引っ張るな、あの今日はちょっとシリアスな方でいきたいと思います。一焼き道着くまでしかみついていた、これまでの人生しからみやで他人が胸を締め付けていた。これでいいのかそんなことさえわからないでいる。気持ちを高ぶらせ忘れよどこまかしてた。コンクリートのジャングルで掴んだ道やなくても進むんだ。その足跡が道になる。心のポケットに秘めた思い、その先はまだ見ぬ夢があるだろう。あれを忘れてがむしゃらに生きて、
燃え尽きた時灰になり壊されて海がなくなるのか、信じるものが見えないなら作り出せばいい、その勇気を絞り出せば勝てるだろう、コンクリートジャングルで掴むんだ、道がなくても進むんだ、最初の一歩が道になる、握りしめた拳に何がある、その手にはほら勇気あるだろう、名もなき歌を歌うんだ、無理やり声を張り上げて歌い叫ぶんだ、わー、そのメロディーが希望となり、その声が勇気に変わる、最初の一歩が地を固め、その足跡が道になる、その先はまだ見ぬ夢があるだろう、その手にほら勇気あるだろう、そこに魂があるだろでした。ありがとうございました、もし焼肉の音が聞きたかったら8曲より1000円で僕の CD 持ってますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ミッチーさんにもう一度大きな拍手よろしくお願いします。はい、はい、OK、